こんばんは、シムパイロットキヨキヨです。さて、前回コンコルドのエンジン始動から離陸、そして巡航までをご紹介いたしました。今回はその後編として降下、そして着陸の模様をご紹介していきたいと思います。それでは降下を開始したいと思います。降下を開始する際はアルティチュードロータリースイッチで降下する高度を設定します。その後アルト ACQ を押すことにより降下が開始されます。降下率を指定する場合はバートスピードを押します。機長席下にあるノーズアップ、ノーズダウンを操作することで降下率を調整することができます。もし速度を下げたい場合はロータリースイッチで速度を指定した後 IAS ACQ を押します。これで減速することができます。コンコルドにはスピードブレーキがありません。もし機体を減速させたい場合はオートパイロットのアルトホールドを押し、水平飛行することによって速度を下げることができます。減速したら降下を再開するためアルト ACQ を押します。高度が1万4000フィートになりますので気圧を合わせます。1万フィート付近になりましたのでアルトホールドを押します。速度を250ノット以下に設定します。 IAS ACQ を押して減速します。速度が250ノット以下になったらノーズポジションセレクターを5度以下に設定し、ノーズを下に下げます。1万フィート以下になりましたのでランディングライトをオンにします。そしてタクシーライト、ランウェイターンライトもオンにします。250ノット以下になりましたので降下を再開します。ノーズを下げると警告音が出る場合があります。少し早いですが警告を止めるためギアを下げます。ギアが問題なく降りるとこの部分が緑色に点灯します。ノーズを下げたためバイザーのデアイサーをオンにしている場合はこれらをすべてオフにします。コンコルドには電波高度計が装備されています。ミニマム高度を設定するためにこちらを回してオレンジ色の針を操作します。地上から2500フィート以下になりますと白い針が動き出します。機長席の左前に機体の重量に合わせた着陸速度が記載されています。マイクロソフトフライトシミュレーターのツールバーよりフューエルを選択します。一番下の重量を確認します。今回は約10万 9000kg となっています。10万と 9000kg、この一覧表で言うと109と書かれたものに一番近いものを探します。今回は110と書かれた部分を確認します。右を確認すると着陸速度は161ノットが記載されています。コンコルドの場合着陸速度はこの速度にプラス2ノット追加します。今回の着陸速度は163ノットになります。速度については滑走路に近づくに従って徐々に減速するようなイメージです。もし途中に速度の制限がある場合その制限を守ります。今回の ILS 周波数については 110.7 となります。周波数を設定後中央のスイッチを押すことで設定した周波数を有効化することができます。コンコルドにはフラップがないため速度が遅くなると機首が上に上がります。このままの状態で着陸を続けます。着陸時はノーズポジションセレクターを一番下に下げます。 ILS が拾えているか確認します。もし ILS が拾えている場合この部分に残りの距離が表示されます。計器の黄色い横矢印を確認します。この横矢印が中央から動いている場合グライドスロープが受信できています。オートランディングを行いたい場合は左右のナブ周波数に同じ周波数を入力します。ヘディングのロータリースイッチを回して現在の方位に合わせます。
そしてトラックヘディングを押します。 ILS へ着陸するためナビゲーションのモードを INS からラドに切り替えます。ローカライザーに合流するようヘディングのロータリースイッチを操作します。その後オートパイロットの INS を押します。ローカライザーと一直線上になるようにコンコルドが移動します。この DC デザインズ製コンコルドはローカライザーに対して一直線上に並ばない場合があります。その場合はトラックヘディングを押してローカライザーと合流するようにオートパイロットを操作します。そして着陸する際は一度オートパイロットの INS を押してください。着陸をするためにオートパイロットのランドを押します。ランドを押すとそのお隣のグライドが点灯します。このグライドはオートランディング以外の ILS 着陸の際使用されるオートパイロットになります。機体が自動的に降下を開始しました。オートランディングを行いたい場合は AP2 をオンにします。速度を着陸用のスピードに合わせます。着陸復降用の高度を設定します。着陸復降する場合はオートパイロットの Go Around を押します。コンコルドのピッチ角度はこの部分に表示されます。着陸する際はピッチの角度を10度以上14度以下にします。電子音はミニマム高度を表しています。今回はオートランディングが機能していないためオートパイロットを切ります。滑走路直前でオートスロットルが自動的にオフになります。スロットルを手前に引いてアイドルの状態にします。タッチダウンしたら機首を下げます。機首を下げたらスラストリバーサーを作動させます。70ノット以下になったらスラストリバーサーをやめます。そしてフットブレーキを踏んで減速します。コンコルドで着陸することができました。滑走路から出たこの位置で一旦待機します。パーキングブレーキをセットします。オートパイロットをすべてオフにします。ランディングライトをオフにします。アンチコリジョンライトをオフにします。 T キャスをスタンバイにします。パーキングブレーキをリリースし駐機場までタクシングしていきます。ゲート前に到着しました。タクシーライト、ランウェイターンライトをオフにします。緊急用の電源ユニット、EPU をオンにします。エンジンを停止します。外部電源を接続します。ビーコンライトをオフにします。シートベルトサインをオフにします。機体をシャットダウンします。まず客室の電源を切ります。エアブリードバルブをシャット側に倒します。クーリングをオフにします。外部電源を外します。 EPU をオフにします。バッテリーをオフにします。これで機体を完全にシャットダウンすることができます。本日の乗務は終了となります。今回使用しなかったオートパイロットについてご紹介をいたします。まずバックビームですが、こちらはバックコースを使ってアプローチを行う際使用するオートパイロットになります。 VOR ロックについては VOR やローカライザーを使って飛行する際使用するオートパイロットになります。最後にターブとありますが、
こちらはタービランスの略となります。もし乱気流の中を飛んでいて乗り心地を良くしたい場合はこちらのオートパイロットを作動させます。ただしこちらを作動させてしまいますとマイクロソフトフライトシミュレーターで作成したフライトプランに沿って飛行することができなくなります。注意してください。 DC デザインズ製コンコルドのご紹介をいたしました。マイクロソフトフライトシミュレーターで初めての超音速旅客機となります。もしこのコンコルドに興味がある場合、この動画が何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画を終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。